今回は、クリエ 2.0 の激おもろマップまとめ。ということでクリエ 2.0 が来たことによってクリエマップのレベルが1段階進化していたので紹介していこうと思います。楽しみ。それではオープニングどうぞ。僕の名前エキスパイリーダーチャンネル登録してください。一番最初はもう皆さんご存知かもしれませんが、これフォレストガーディアン。雰囲気が大人じゃない。何かこのクリエはゲームというよりクリエ 2.0 の PV 用に作られたマップってな感じのゲームです。制作者エピックさんだもんね。雰囲気すごいし、かっこいいドラゴンいるし、石像ねっとり動くし、クリエ 2.0 の激スゴ要素を詰め込んだ感じのクリエマップです。そしてこのクリエマップの最後にはこのような PV 動画が用意されていました。PV が終わったら玉三つ目と戦えると思いきや、モブ狼としか戦うことができなく、狼を全員倒したら、またしても PV が流れて、玉三つ目を撃退することに成功します。これクリエ 2.0 でモンハンを作ろうと思ったら作れそうですね。次はこれ。ピーリー。これは今までによくあった指定された色のタイルに行くっていうゲームで、クソデカピーリーとタイルがリアリティを増したって感じですね。たまにピーリーが大パンしてくるの相当ストレス溜まってそう。もしも早く落ちてしまったとしても、このようなアスレチックなどで暇を潰すことができます。これはグッド。次はこちら。ゲームセンターかな？ゲームセンターでなんと、本当にゲームをすることができます。なんてこったい。いろいろなキャラクターが存在し、ゲームルールは壁に当たらないようにタイミングよくボタンを押していくゲームです。でもこれは端末によってはクソラグってまともにゲームができない可能性があります。次はこれ。何これ COD？ ほぼ正解。このゲームは COD みたいな陣取りゲームで、雰囲気が別ゲーです。これが COD の新作ゲームか。シューティングゲームがフォトナ出身の人あるあるだと思うんだけど、オブジェクトが何もないところある気がし。撃たれれば建築をすればいいので車線管理なんて知りません。次は古き良き時代を再現。チャプター1のマップで遊べるマップ。なきー。ということでみんなにチャプター1のスキンやエモートを使ってもらい、試合だけやっていきます。あっこれ、待機島で T ポーズでインを作るのチャプター1あるあるだね。なきー。おっ、早速敵発見。この時代は回復やいい武器が今ほど手に入らない時代だったので、終盤まで紫以上の武器を持っていないっていうのもザラにありましたね。なきー。そんな話をしていたら無事倒せました。移動をしていたら夜になりました。そして朝になりました。チャプター1の頃って雨が降る時ありませんでしたっけ？あったようななかったような。ということで、取れ高のために敵を倒していこうと思います。取れ高大切。あってもショットガン持ってなかったわ。まずいグレポンを無限に撃ってくる漁夫が参戦してきたよ。この頃はグレポンの弾はありえない量持つことができましたからね。グレポン全盛期と言っても過言ではないかも。そして資材も尽きちゃった。絶対絶命じゃん。こうなったら僕もロケランで対抗するしかなさそうだ。あっやべ。ということで次のマップは、チャプター1の再現マップ。あれ？もしかしてループしてる？ということでもう一つチャプター1を再現しているマップがあったので紹介していきます。みんなチャプター1好きだね。フォトナ全盛期のチャプターだったからね。このトンネル懐かしい。私よくここで持っていました。この木がいっぱい生えてるエリアも懐かしいね。天空城するときいつもここに降りていました。ワッブッシュの民がいる。ブッシュで攻撃を一回防げるの強い。ブッシュ強いかも。平成のアイテムポケットフォートじゃん。もう令和5年ってマジ？時の流れ早すぎるよ。そして敵を激浪にしました。悪いねー。敵倒したから、チャプター1煽りをしよっと。あれ？スプレーできないじゃん。本当はこのスプレーで煽りたかった。煽り、良くない、本当に。ということで最後の敵を倒していこうと思います。頑張れー、敵さん。敵を応援してたのね。てかこの敵、実力がチャプター4なんだけど。ここで一旦昔からあるクリエで面白いマップを紹介していきます。今画面に映っているマップは、鬼が剣を持って襲ってくるのでやられないように制限時間逃げ切るマップです。これやられた人は鬼になる増やし鬼的なルールでしたよね。そうです。
ちなみにこのゲームのおすすめムーブは、このように段ボールでバリケードを作り鬼が来たら迎撃するのが強いです。鬼にはそのバリケードを突破するためのスケンクボムがあります。なかなか戦略性が高いマップです。次はこちら、学校鬼ごっこ。文字通り学校内で制限時間鬼から逃げるマップです。隠れてもいいし逃げ回ってもいいしなかなかスリルがあって面白いマップだね。最後はこちら、チェンソーバトル。お互いの陣地からチェンソーを飛ばして相手を落とすゲームです。これ味方にチェンソーが当たって味方を倒すのあるある。次はこちら。一人用のポットでか？はい。最終的にぺちゃんこになりそう。明日までお待ちください。このクリエマップは2チームに分かれて指定されたエリアを奪い合うゲームです。ほへー。そして試合に勝利すると、ネプリーグが始まりそうなムービーが流れます。ここを突破してトロッコアドベンチャーやらなきゃ。次はこちら、忍者バトル。ジャパニーズ忍者。剣や忍術を使って戦う陣取りゲームです。なんだこの忍術？忍法カットの術。ということで最後に紹介するクリエはこちら、ホンダシティ。日本人が作ったクリエマップなのかな？なんとこのクリエマップは、大手自動車メーカーホンダ様が作成されたマップとなっております。ほんま？ホンダです。ゲームジャンルは謎解きアドベンチャーで、様々な謎を解きゴールを目指していきます。めっちゃ面白そう。謎解きなので全て動画で紹介すると実際に遊んだ際に楽しさが半減してしまいそうなので詳しくは紹介しませんが、ゼルダの伝説をやっているかのような気分になりました。まあ自分ゼルダの伝説、4つの剣と時のオカリナしかやったことないんですけどね。世代を感じる。そして謎を解いていくとホンダ製品と思われるオブジェクトが置いてあり、なんとその場所では、ツルハシを振ることができないんですよね。これは制作者さんの素晴らしい配慮が見受けられる。ですがこういうことをされると逆張りの血が騒いで、トマトとか投げたくなります。逆張りくんさ。ということで以上クリエ 2.0 で作られたクリエマップ紹介でした。まだクリエ 2.0 が追加されてから数日しか経過していないので、これからたくさんのクリエマップが登場すると考えると楽しみで夜しか眠れません。クリエ 2.0 ではこのようにオブジェクトのテクスチャを変えて、自分の好きな画像を貼ることができたり、3D モデルを読み込めるようになりました。作ろうと思ったら何でも作れそう。ですがクリエ 2.0 は非常に使うのが難しいのと、著作権があるものを勝手に使いインターネット上に公開したら、アカウントがバンされる可能性があるみたいなので、皆さん気をつけましょう。Twitter に投稿するだけでもダメみたいですね。そうっぽいね。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そしてクリエイターサポート、SERI をよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。